皆様の NHK がピンチなんですって、これは大変です。我々の知る権利、知る権利が脅かされるのかなっていう、そんな嬉しい、あ、おっかない、やだおっかない、おっかない話入ってまいりました。共同通信のこちらの記事です。受信契約数が11万件減少、 NHK2022 年度決算ということでして、 NHK は27日2022年度決算を発表した。事業収入は前年度比 0.6% 減の6965億円、そんなにあるんですね。その大半を占める受信料収入は、受信契約総数が11万件減少した、やった、あ、失礼しました、11万件減少したことなので、同 1.1% 減の6725億円となった。 NHK の受信契約者数が11万件も消えてなくなりました。おめでとうございます。あ、お悔やみじゃないかな。残念ですね。残念ですね。11万件、11万件なくなっちゃったんですか。いやー、それはもう大変ですね。お金絡みで言いますと、まあ、いろいろと世の中が大変になってきている中で、NHK の受信契約者数が11万件減った。あ、失礼しました。一方で、ちゃんと納めるものというのもありまして、世の中に役に立つというか、必要だなっていうことが認識されたものというものは、まあ、改善というか、数字の変化が確認できるという話題は、こちらの日本経済新聞より紹介します。国民年金の保険料、最終納付率が8割に到達。ということで、これは厚生労働省が26日発表したときに、国民年金の保険料が納付率 76.1% と改善して、で、最終的な納付率が8割を超えるのは初めてだということで、国民年金と言いますと、かつて女優さんの未納問題だとか、あとは小泉総理大臣の時代にですね、会社もいろいろね、人生いろいろなんつって言ってたりとか、まあ、この未納問題というものが大きな社会問題になったことがあります。ところが、この社会問題となった年金未納問題をみんなが、まあ、契約者が払うようになった。それが8割にも届いて、まあ、本来的には10割を目指したいところなんですけれど、まあ、いろいろなエラーとかも含めて、過去最多の8割になった。マスコミの皆さんはニュースやワイドショーは底辺だと、日本の社会インフラはガタガタのメタメタだということを繰り返しております。しかしですよ、日本の社会がガタガタのメタメタだった時に年金納めますかという話。あ、ただこれ誤解があるんですよ。国民年金というのは納めたからといってそれが積み立てられて受け取るものじゃないんですよ。私たちが納めたお金が今の世代で使われる、分配される。ただ、日本社会の参加者が、この年金システムというより、日本社会が、あ、もうこれはダメだなと思ってたら、年金納めるでしょうかという話。はい、二つのことを並べました。一方は、受信契約者が減った、11万件も減った NHK の話題と、あとは国民年金の方は8割が納めてるということ。ニュースやワイドショーが大騒ぎをし、これはそれこそ NHK も報じている。日本社会は低円だ、悪い円安がとか言ってるんですけれど、少なくとも国民年金に加入している皆さんのうち8割は、あ、しっかり納めれば、まあ世の中のね、ちゃんと回っていくんだなと。そしてこれは誤解なんですけれど、積み立てと思っている人が多い中で、それでも8割を納めるということは、まあまあ、日本頑張ってるじゃんぐらいには思ってるということ。さて、それでは NHK はと言いますと、なぜ受信契約が11万件も減ったのか。じゃあ NHK どうかなっていうことで、Google 先生に聞いてみました。NHK ニュースウェブ。大谷さん27号、28号、二刀流で1試合、2ホームラン。初7勝目も。ということでですね、お天気予報がありまして、あ、陸自のレンジャー訓練中の隊員さん、行方不明だったんですけれど、見つかりました。今日の午前中見つかりました。どういうことかと言いますと、ネットが張りますで、ニュース知ることができるんですよ。もう、それ以上いらない。それ以上いらない。11万件の受信契約者が減ったっていうのは、まあ、それ以上いらないっていう話と見ることもできるんです。かと思えばですよ、我々の受信料を持って NHK が配信しているドラマ、これ、先週の6月24日から配信していて、ネットでちょっと騒ぎになっております。優しいにゃんこ、優しい猫です。まあ、不法滞在が発覚して、まあ、これが不法滞在なんで一回帰らなければいけない。3年以下の懲役もある、まあ、しっかりとした
罰が用意されているもの、これが、まあ、ご結婚なされた、うん、まあ、その手違いのによくわかんないですけど、それでリーガルハラスメントというか、まあ、裁判に訴えることによって居残ろうとしているかのドラマが放送されていて、まあ、入管難民法の改正に反対をしていた人たちがなぜかこのドラマ絶賛して、日本共産党の機関紙新聞アカウントの方でもこの原作者がインタビューに応じていたりとか、まあ、いろいろとあるドラマ。もちろん原作は、新聞、読売新聞の小説だったのかな、まあ、なんかでありまして、小説は紙とね、原稿用紙、原稿用紙と万年筆があれば書けますんで、まあ、パソコンでも書けますしね、それはどうぞご自由にというところ、書きたい人は書いて、読みたい人が読めばいいところ。しかし皆様の NHK は受信料に支えられているわけです。公共の電波使ってるわけです。それが違法行為であることが明らかな不法滞在を主題としてドラマを作る。もちろん一個の作品で全てを伝えることはできないので、逆に例えば今ならば川口市だとか蕨市において地域住民、もともと住んでいた日本人と日本社会の参加者と、それと外国からやってきて、まあ、なんかね、いろいろとこう、もう起こってるトラブル、こちらの日本人側というか、まあ、こちらの側の、まあ、迷惑を受けている側からのドラマもあれば、これバランス取れますよ。ただ今のところその話聞こえてこないんですよ。優しい猫の不法滞在の方が、まあ、この日本社会にね居残るために、まあ、幸せな家庭はいいんですけど、違法行為の上で幸せな家庭ということを公共の電波で垂れ流すこと、それは果たしてどうなのかということ。さらにですよ、 NHK、 皆様の NHK と言いますと、まあ、過去の作品なんかもあるんですが、まあ、しかし一方で、どうする家康は今のドラマですね、優しい猫、2分間のダイジェスト、爛漫、そして褒める人だとかなんとかだとかつって、ここまでドラマって必要なんですかということ。もちろん民放が自分たちでスポンサーを集めて、そしてドラマを流すことを、これを批判はしません、まあ、もちろんその内容によってってところはありますけど、ただまあ民放なんでね、ところが皆様の受信料で運営する NHK が、まああえて言うならば娯楽作品のドラマを量産している、それではその11万件も契約が減った受信料というものは今いくらなのか、さすがにおいくら万円ないかなと思ったら、おいくら万円級でありました。12ヶ月、まあ1年払いだと14,205円、継続振込で、13,650円とかで、月々だと2,450円が2ヶ月払いなんで、この半分で、1,225円、まあ、1,225円ぐらいなら、白がこうやってます、高えよはい、まあネットフリックスとかね、いろいろな Hulu とかサービスの中で、どこを基準とするかによって料金って変わってくる、その高いか安いかっていうところは決まってくるんですが、やはりまあ同種のサービスで比較しますと、アマゾンプライムビデオですと、月額プランが500円、年間プラン4,900円、おいくら万円いかないです、おいくら万円いかない、月々500円、 NHK は1,225円でしたけれど、アマゾンなんと、今なら社長どうにかなりません、今なら500円でお安い夢グループNHK は1,225円ですか、に対して Amazon プライムは500円、ワンコイン。しかもですよ、私 Amazon の回し者じゃないですよ。お急ぎ便、お届け便、日時指定便使い放題。どういうことかと言いますと、この書籍の注文がですね、一時期 Amazon は翌日届くということ、あるいは、日本でサービスを始めた時に確か1500円で無料とかもあったんですけど、この月々500円の Amazon プライムに入りますと、指定便あるいは最速便だと翌日、このサービス特典が Amazon の通販サービスで使えて、かつですよ、ビデオも見れちゃう、
Amazon プライムビデオでいろいろな映画あるいは過去の作品なんかが見られる。はい、ニュースだとか、まあ、大谷さんとかのダイジェスト情報だったら NHK ウェブでスマホでもパソコンでも見られる。まあ、ぶっちゃけて言いますと NHK の受信料、受信契約が11万件も減った。その理由の一つが、まあ、人生の現実というものがあって、これまで契約していた人たちが何がしかの事情で置いといて、その話はね置いといて、チューナーレステレビ、まあ俗にドン・キホーテテレビとかともいうコネクテッドテレビ、どういうことかと言いますと、テレビの映らないテレビです。おいおい何を言ってんだ、いやもうお気づきですよね。コネクテッドテレビというのはモニターで、そこの中には OS が入っていて、 Netflix、Amazon プライム、 YouTube、 Hulu、 その他のネット配信サービスのテレビが見られる。そしてそれで十分だという人にとってみれば、もう NHK を契約する必要がない。 NHK というものはテレビというテレビ放送を受信できる受像機があったら、これ契約しなければいけないということを放送法が定めております。まあ、しかしテレビ映らないんだったら必要ない。もちろん NHK の番組を見るにはそれなりの契約をしなきゃとかってところあるんですけど、別に NHK の番組は NHK ウェブ、NHK ウェブで、まあ、番組見なくても情報だけは得ることができる。 NHK がもう受信契約が11万件減った、まあ、この流れというのは加速するんじゃないでしょうか。 NHK じゃなければ見られないドラマと思ったら、そのドラマが不法滞在をテーマにして、不法滞在に対して何かかわいそう、かわいそうにとかっていうドラマをやっている。一つの方法はスクランブル放送です。わかりやすく言うとワウワウとか、まあ、こうしたものというのは普段見られません。チャンネルを合わせててもなんかよくわかんない、見られない。しかし契約すると映るんです。安心してください、映るんです状態になります。 NHK の今のやっていることからしますと、もうもはや NHK じゃなければいけない要素というものはない。ならば NHK を見たい、 NHK だけを見たい、まあ、極端なことを言うとそういう人だけが NHK の契約をして、契約をしたらそのスクランブルが解除される。あとは NHK の方で広告を載っける、まあ、そういう形でいいんじゃないでしょうか。今のような放送法に縛って、もう事実上税金なんですよ。事実上税金で運営しておきながら、優しい猫ですか、好き勝手なことをやっている。 NHK ウェブでネット配信ですか、好き勝手なことをやっている。本来業務でない BS プレミアムをネット配信、好き勝手なことです。あ、これダメって見つかっちゃいましたけどね。まあもう NHK というものは好き勝手なことをやっていて、でただこれは放送機材の開発、通信、配信か、放送の機材開発とかで、いわゆるハイビジョンテレビとか 4K、8K を開発しなければいけないという建前がありました。まあしかし今、民間がありますでして、そうは言っても NHK じゃなければ開発できない。これには先例があります。安心してください。 NTT ドコモです。 NTT です。どういうことかと言いますと、 NTT ももしもしの通信を所管しているからというところでですね、日本電信電話公社でしたっけ、電電公社じゃなく開発できないとか言っていて、まあまあそう言っていたんですが、その最後の名残が ISDN だったんですね。 ISDN、 あの音声回線、あれ昭和時代から開発してまして、とにかく ISDN を普及させなければね、これは格好がつかねえっていうんで、日本の ADSL が遅れたんですよ。韓国の方が ADSL 早く普及したのは、もうその ISDN なんて余計なものがなかったんで、 ADSL はその技術なんだから走らせちゃえっていうことでやった。つまり官僚がやってることによって止まっていたことがあって、今 NHK が半ば税金のような受信料で新しい放送機材を開発するより、もう民間に任せちゃった方がいいですし、いやそれだと民間では、安心してください。ですから NTT も今も新しい通信技術の開発やっております。民営化されてからもやっております。 6G とか 7G とか、まあ、次のとか開発をやっております。民間になったら次の技術開発しないとやっていけないんです。むしろ民間になりますと次の技術を開発して主導権を握れば、うっしっしガッポガッポガッポ、まあそういうことですんで、11万人の受信契約者が
消えてなくなった、あ、消えてなくなった、いなくなっちゃった NHK の改革というものはいよいよ待ったなし。まあ今回はまだまだ全体におけるわずかですけれど、これがアリの一穴になることをうっかりご懸念申し上げるところで、皆様ともう一度最後に確認しておこうかなと思います。 NHK の受信契約が11万件減りました。おめでとうございます。なんだかめでたいような気がする今日この頃でございます。